リミットは 51kg です。鍛え上げられてますね、セイナ選手も。レナ選手51キロクリア。おー、クリア。51キログラム、ジャストクリアです、レナ選手。48.9キロ、レナ選手48.9キロ、計量クリアです。では両選手での写真撮影となります。ありがとうございます。両選手ご講談ください。力計量をお願いします。リミットは49kgとなります。レーナ選手 48.9kg クリア。 48.9kg クリアです。では続いてアンナ・タイソン選手お願いします。ハンナ選手 48.7kg クリア。ハンナ・タイソン選手 48.7kg クリアです。ではツーショットでの撮影となります。佐藤ルミナ仕込みの富月十字、本当に決めてしまったのが去年の大晦日、あれが1年前でした。その後第2戦は山本美優選手から忍者チョーク、サプライズのレーナです。さあ、では続いてフェイトゥーフェイス、フェイスオフでお願いします。対するはハンナ・タイソンです。そのタイソンというのはニックネームです。つまりパンチの強い選手です。明日ストライカー同士の戦い、どうぞご期待ください。どうぞ両選手に大きな拍手でお見送りください。この戦いは49kg です。はじめにフェリシ選手お願いします。続いてレーナ選手お願いします。レーナ選手 48.80 クリアです。 48.8 クリアです。ではツーショットでの撮影もお願いします。エドーラ選手は武器は長い手足、これを駆使したグラウンドテクニックです。7試合すべて一本勝ち、7勝すべて一本勝ちです。対するは今回のポスター見ても一目瞭然です。女子格の顔からライジン春の顔へ、怖いレーナ見せてもらいましょう。ストライカー、シュートボクサーでもあるレーナ、 MMA ファイターとして進化が問われる、グラウンドテクニック高い選手との対戦となります。大きな拍手お願いします。では続きまして赤コーナー、レーナ選手お願いします。はい、レーナ選手、48.9 クリアです。レーナ選手 48.9kg 見事クリアです。さあ、49kg をクリアできなかったアンディ・ウィン選手、この後高田本部長から説明がある予定です。レーナ選手はライジン5連勝中、日本の女子格闘技界を牽引している選手です。この戦い全く怖くないと話をしていました。今も何やらレーナ選手の方からアンディ・ウィン選手に話があったようです。握手を交わした両者です。アイリーン・リミラ選手から計量計に乗っていただきます。49キロ契約です。お願いします。はい、レーナ選手 48.85
クリアです。こちらもクリアになりました。正面向いての判定になります。さあ、続いてはお互い相手に向き合ってのフェイス2フェイスのポーズです。相手にポーズをお願いします。明日の準決勝はこの2人が対戦いたします。優勝候補と目されているレーナ選手、そして一方はその長い手足を使った関節技が得意、ラバーガードからのあの脅威の足技も見ものではあります。はい、レイナ選手、48.90 クリアになります。クリアしました。黒いレイナの登場です。大晦日以来の再戦になりました。レイナ選手にとってみればリベンジマッチです。一方を迎えす朝倉環奈選手、ライジン初のグランプリ女王として挑むことになりました。続いてフェイス2フェイスです。再びこの両者が向き合いました。レイナ選手はこの4月連戦を組んでの戦い、がっちりと握手を交わして明日のメインイベント花を添えます。レイナ選手の歓声も聞こえています。さあ、それでは早速レイナ選手、はい、レイナ選手、50.90、クリアです。クリアしました。いよいよ決着の時は明日迎えることになりました。横浜アリーナでは、まず前に出ていただきまして正面を向いての写真撮影です。ファイティングポーズをお願いいたします。ライジンを代表する女子ファイターレイナ選手、去年の大晦日はドクターストップによって無念の欠場になりましたが、その時対戦予定だったフランソワ選手、いよいよ明日決着を迎えることになりました。がっちりと握手を交わしまして明日のゴングを待つことになりました。急遽の参戦が決まったアレキサンドラ選手、クリアです。一方のレイナ選手、はい、レイナ選手 50.70 クリアです。 50.70 でクリア。レイナ選手にとっては4ヶ月ぶりの復帰戦、そして地元大阪での試合ということで気合も入っております。一方のアレキサンドラ選手、非常にアグレッシブな選手です。しかし礼儀正しい一面も持っている。お互いハグで別れました。明日はどんな試合になるのか、打撃でいくのか、どうなるか。さあ、リベンジマッチなるか、まずはレイナ選手からお願いします。はい、レイナ選手、50.65 クリアです。クリアしました。さあ、続きましてバンザント選手、はい、お願いします。この2人の戦い再戦ということになりました。忘れられないレイナ選手にとっては雪辱の時、あのニューヨークで行われましたベラトールのケージで戦った両者、あの時は、ね、リアメイティッドチョークに一本負けを喫してしまったレイナ選手、今度はリング上でやり返すことができるでしょうか。大晦日しっかりと清算したい一戦になります。この二人の戦いになります。再戦です。リマッチです。はい、山本美宇選手、49.55 クリアです。美宇選手 49.55 キロクリアです。対するレイナ選手、レイナ選手、50.00 ジャストルクリアです。レイナ選手 50.00 キロクリアです。はい、ありがとうございます。では正面を向いていただいてファイティングポーズをお願いいたします。
はい、ではフェイス2フェイスいきましょうか。この2人も約5年ぶりの再戦となります。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。ではミュー選手からですね。はい、お願いいたします。こんにちは、山本美優です。明日は本当に2人とも MMA 選手としてすごくいい試合を見せると思います。約束を果たします。リベンジです。はい、ありがとうございます。皆さんこんにちは、シュートボクシングそしてライジンのレイナです。この度本当にたくさんの方に動いていただき、沖縄という最高の地でこの試合を組んでいただき、最高の状態で試合をできること本当に嬉しく思ってます。現地に来られた方、そして PPV で応援していただける方、本当に会場まで来てくださる方々、本当にありがとうございます。最高の状況なのでしっかりリベンジ跳ねのけたいと思います。ハッピーエンドになんてさせません。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、両選手に盛大な拍手を今一度お願いいたします。ありがとうございます。はい、では以上で公開計量終了となります。最後にですね、サングラス姿で登場しましたパクシュー選手、まずパクシュー選手から計量計に乗っていただきます。パクシュー選手49.80クリアです。クリアしました。さあ続きまして、レイナ選手。レイナ選手49.90クリアです。クリアしました。では正面を向いてのファイティングポーズからお願いいたします。レイナ選手はストライカー同士殴り合い上等でもいいけれども MMA なので何が起きるかな、何をしようかなという話をしていました。サプライズも今回用意しているという話をしています。それは相手に対しても、そして観客の皆さんに対してもだそうです。そして対するパクシュー選手、お互いに打撃の選手だと思うけれども MMA なのでレスリングや寝技を入れて MMA の展開になると予告しています。おそらく激闘の殴り合いのシーンもどこかであると思いますが、またどこかで MMA 全てトータルでの戦いというものが見られるかもしれません。大きな拍手でお送りください。この2人の戦い、明日埼玉スーパーアリーナ第12試合です。